おはようございます。やんちゃです。2023年2月6日月曜日の朝です。タイマー15分。はい、お願いします。ウォッチの電池が切れてるから iPhone にお願いしました。プランク、はい、まずは腕立て15回。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。あぶね、なんかタイマーがループしてた。よいしょ。タイマー2分15秒。2分15秒のタイマーを作成しました。カウントダウンを。さてと、天気の様子でも見ますか。今日は14度。ほう、もうすっかり暖かくなってきましたね。ただ今結構朝早いんで、まあまあ寒いですね。はあ、昨日散歩行ったんですけど、散歩中はちょっとコートがいらないぐらい暑かったですね。はあ、やっぱ何、立春を超えるといきなり春っぽくなりますね。さてと、米軍中国偵察気球を撃墜。これはあ、なんかなんだっけ、これわしニュースで見たな。 F22 でなんかF22 で気球を撃墜するのすげえなって思いましたけど。はあ、900万人学習データ活用へ。ほう、学校で使うデジタル端末に蓄積された膨大な学習データの活用ねえ、どうすんでしょうかねこれ。ぐっ、きつい。まだあと50秒もある。米中衝突のリスク顕在化させた気球撃墜。それなあ、ぐっ、きつい。保育士6割活かせず、資格登録のみ100万人超え。まあ待遇が良くないんですかね。きつ。あとなんだ、日産株売却、ルノーに制限。ほう、日産の同意が必要に。なんでだ。日銀寄せ木細工の30年。どういうことどういうことなんだ。きつい、マジできつい、死にそう。はい、そして、よっと、よし、やるか。ちょっと時計のタイマーが切れてる、タイマーが切れてるというか電池が切れてる。タイマー2分。携帯でやります。2分間もしかめをやって何回失敗したかを数える。昨日6回失敗しましたね。はい、3、4。あ、もう数えなくていいのか、やった数は。なんか昨日その喋りながらやってると集中力がまあ途切れるっていうか、ミスの元になるから、まあ何事も集中力が必要なことをするときは、あ1、喋りながらやんのをやめましょうっていう話でしたね。喋んなければ、あ、喋んなければ成功するかっていうと、200回できたのって今まで
やんちゃクラブで2回ぐらいですか。なかなかねえ、これ段位の試験とかって200回連続でやってくださいっていうやつ、何回リトライできるんですかね。うわダメか、もう3回も失敗してる。どうかな、でも時間的にはちょうど2分で200回ぐらいだった気がするから、2分間失敗なしでいければ割といいんじゃないですか。まあ一定のリズムをキープしてるから、こう何もしかめパーセカンドが分かれば、平均が分かれば計算できる。まだ3回しか失敗してない。今日は今日このままフィニッシュできそうな雰囲気が出てきましたね。いいぞ、よし、はい、3回。3回はいいのでは。あとフリケンね、フリケンの練習しますか。よっと、あれよいしょ、ほっ、はい、1/2、よし、地球回し成功。うん、連続はなかなか無理ですね。ほっ、ダメか、1/3、よいしょ、ゴー。惜しい、1/4、はっ、2/5。よいしょ、あー惜しかった、2/6、2/7、よいしょ、あれ惜しかった、2/8、ほっ、3/9、あー惜しい、よいしょっと、あーダメか、あれ10/3。まあこんなもんか、はい、よいしょ、ほい、やれやれ、本当にやばいですね。本当にやばくて、今時間、あそっか切れてんだと。今時間がそうですね、ちょうど9時ですね。はい、朝の9時です。はあ、なんかね、あったかくなってきたなって思ったんですけどね、昨日散歩中は。今はめっちゃ寒いですね。はあ、まあ多分日がもっと昇ってくれば暑くなってくるんでしょうけど、はあ、今日は本当にダメですよ。何かっていうと、ちょっと寝てないんですよね、まずね、今日ね、貫徹してしまった。あ、気がついたら朝でしたね。やばいな。昨日散歩に行ってきたんですけど、日曜日なんで、で散歩行って、昨日のコースは本当適当で、もう掘り切り、困った時の掘り切り。掘り切りのあたりを歩きつつ、ちょっと荒川で先の方まで行って、四継ぎですかね、四継ぎの橋を渡って、で戻ってきて、で牛田っていう、まあ駅があるんですけど、牛田にあるスロージェットコーヒーっていう、まあ私の気に入っている喫茶店があるんですけど、スロージェットコーヒーで2時間ぐらい仕事しながらコーヒーをガブ飲みしてたんですよ。なんか1杯目が450円で、なんか2杯目からは180円で買えるから、まあ実質無料なんですよね。なんでしかもね、各席に電源がついていて結構いいんですよね。なんかそこでなんか仕事するかと思って仕事してたら、なんかすごいいい感じの
なんて言うんですか塊が発生して、仕事の塊が、でその仕事の塊が発生したら、なんか最後までやりたいと思ってしまったんですよね。でスロージェットコーヒーで5時ぐらいまでですかね、5時ぐらいまで作業して、まあ、続きは家でやるかって言ってそのままお家に帰ったんですけど、その後ご飯食べて、で作業を再開したら朝でしたねこれあんまり良くないんですけど、貫徹は本当にまとまってた量の仕事ができるからいいですね。何の邪魔も入らないというか。はあ。普段あらゆるチャンネルを開きすぎなんでしょうね。なんか作業するときに。だからなんか隔絶されたところでやるべきなんでしょうね、普段から。はあ。まあまだちょっと積み残しがあるんで、この撮影が終わったら。まだもうちょっとやんなきゃいけないですけど、まあかなりいい感じに塊が消化できたんで、なんかもう今月はもういいかなみたいななんかもう2月分の成果全部出たよみたいな感じ、ちょっとそれは言い過ぎか、それは言い過ぎですけど、なんかやり遂げた感がありますね。はあ。多分できるよなと思ってたことが実際にできたので、すごい良かったですよこれ多分できるだろうって、なんかその技術的な部分でこれをこうしてこうしたらこうなるやろ多分みたいな構想だけあって、ただ実際にそれをそういう風にするのには結構手間かかるよなと思って先送りにしてたやつがうまいこと一気に走り抜けられたんで良かったですね。はあ、大変だったななんかあれですね、今日何があるのかな、今日は子供たちの iPhone の新しいやつが届くのと、あとは何、インスタントコーヒーが届く結局来ませんでしたね、インスタントコーヒー。まだね、今日の朝なんかレビューしようかなと思ったんですけど、はあ、しょうがないけど。ちなみに今日はなんか末っ子が学級閉鎖になってて、先週末からインフルエンザがめちゃくちゃ流行ってるらしくて学級閉鎖なんですよ。だからお家にいて今頃下であれですね、クロームブックを使って朝礼をやってるはずいや便利な世の中になりましたね本当に。学級閉鎖なのにあんまり閉鎖感ないですよね。さっきもなんかそのプランクの時に朝刊で読みましたけど、何百万人もの子供たちの使ってきたクロームブックで収集した学習データどうやって利活用するんですかね。どういうなんかどれぐらいの時間アクティブだった子供はどれぐらい成績がいいかとか、そういう相関を見たりする相関を見たところでね、なんか難しいですよね。そのクロームブックを開けば開くほど成績が上がるんじゃなくて、成績が上がるような傾向にある子供はクロームブックを開きがちとかっていう話にもなりかねないですしね。はあ、どうすんだろう、本当どうやって利活用するんだろう、全然イメージが湧きませんね。ああ、ただなんかそのなんていうんですか、生活に関するデータとかと絡めて分析するのはなんかやっちゃダメな気がするじゃないですか。
だから結局学校の課題がどれぐらい進んでるかとか、この教科のこのタイプの問題が苦手な子供はこっちの教科のこのタイプの教科が実は得意だったりするからとかっていう風になんか得意な分野を探すのに役に立つかもしれないとかですか、わかんないけど本当に何にもわかんない。どうやって利活用するんだろう。さて、なんか散歩で撮ってきた映像があるんでちょっと流してみますか。3、2、1、ほい。これ動いてる。ああ、これなんか荒川歩いてたら、なんか前に歩いた時にはなかった建物が、建物なのかな、テントみたいなやつが張られてた。これのためのテントなのかな、都民体育マラソン大会みたいな、競歩大会かな。何かを作ってますね、ここの堀切の橋のとこにね。なんだろう、これスポットの建物っていうか、スポットなのか、なんか永続的に立ち続ける建物なのか分かりませんけど、荒川の土手はなんかこういう感じで、こうなんか自然の状態を残しておいてほしいっていうかあんまり建物とかを建ててほしくないなっていう気はするんですけどね。いやー、いいですね荒川は。なんか穏やかですよね荒川って。多摩川はなんかその曲がりくねっててすごい荒々しい感じが魅力ですけど、荒川はなんかこのほとんど波立ってないというこう雄大さが魅力ですね。これはあれかな、これ綾瀬川かな、あれ違うな、中川かな。中川と綾瀬川の境ってなんかすごい微妙ですよね。はい、いやー、いいですね。北千住の方を見てるんですねこれは。はい、でなんかこれはボートがなんかこんな感じで、なんだろう、ブオーっていって走って抜けていくわけでもなく、ここのエリアを行ったり来たりして何かを探してるみたいな感じだったんですけど、何を探しているんだろう、何もわからん。これは京成か堀切の駅ですね、東武かな。はあ、いつも忘れちゃうんだよな、これが、これ東武ですね。これ浅草まで行くやつかな。うん、いやー、なんかもうここも何度散歩したか分かりませんけど、まあ堀切のあたりって葛飾区なんで、歩いてるとこうやって足立区に戻ってくるわけですね。このね、堀切のとこにあるねタワーマンション、めちゃくちゃぶっとくてね好きなんですよねいつか中に入ってみたい。これは牛田ですかね、牛田の駅の前にある踏切ですね。はい、もうここまで来るとほぼスロージェットコーヒーの目の前って感じ。これ何なんですかね、リュウチって書いてあるけど、これもうこのまま火が入ることなく朽ち果てるまでそこにいるのかなわかりませんけど、はい、というわけでこういう感じの散歩でした。いやー、まあこういうのでいいんですよね散歩ってね、別になんか毎週毎週そのなんて言うんですか、ね、頑張って何かをしなきゃいけないっていう風に思うと疲れてきちゃうんで、こんぐらいにしておきましょうよ。さてと、まだ時間あんのかな。どれどれ、あと2分ある。2分あるんだったらキューブかな。
せっかくなんで新しいミラーキューブでも回して揃ったらお別れって感じにしますか。へえ、やれやれ。コーヒー届いてくれりゃよかったのにな。今日もうだから徹夜明けでコーヒー入れんのめんどくさいなと思ってたとこだから、インスタントコーヒーが届いてくれさえしていればそれを入れたのにな。はあ、いやー、なんかあれですよね、なんですかなんか喋りがおぼついてない感じしませんか。実際おぼついてないんですけど、はあ、全然喋れてないなっていう自覚がありますね。いやはや、なんかな、昼間にこれができりゃいいけど、昼間は絶対ねチャットとかねしちゃうからね、そのこんなにまとまった連続的な作業時間なんか昼間に絶対取れないですよね。もういや、みんなマジでどうしてるんだろう。チャットを強制的にオフにするタイムとかを作ってたりする、もしかして。そういうのが必要ですね、多分ね。そういうのいると思う。まあそういうの決めちゃえばいいんでしょうね。なんかどうあがいてもこの日のこの時間はまあ休みだと思ってくださいみたいないないものと思ってくれたまえみたいな。うわー、はいはい、よいしょ、終わりです。じゃあ揃ったら終わりですね。ちょうどいいですね、時間的に。いやー、なんか週に1回ぐらいそういう日を決めてもいいかもしんないけどな。ただなんか出社したら下で物理的に会社にいるから、あ、なんか来てるんですねとか言って話しかけてくる人がいるじゃないですか。いや、いいんですけどもちろんそれは構わないんですが、じゃあどうするっていう、うん、話しかけてくる人がいないようにするには家でやるしかないけど、家は家でさ家族が話しかけてくるじゃんいやもちろんいいんですよ、いいんですけど、うん、ただ結局ね仕事はそれなりにしか進まないわけで、やれやれ、ふえ、なんか徹夜明けキューブ結構きついっすねなんかやっぱりなんて言うんですか、思考力が下がってるなっていうのがよくわかるな。はあ、こうして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 こう、はい、そしたらこうして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 、ほい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 、あれ調子に乗ってたけど全然揃ってねえぞ調子に乗ってはいはいこうでしょとか言っておきながら全然揃ってないんだけど、よいしょ、こっからどうすんだっけ。へー、あれー、あと一息なんだけどな、多分終わる、終わったよしよし、いやーこんな週の始まりあるやばいなマジで。まあでも終わりです、はい、今日も。じゃあバイバイピッ。